トロンです、えー、今日はですね、この前あの箱の中身を、えー、紹介した、えー、バイセントイスのロゼンフィンチ、いわゆるね、70分の1の非正規メタルビルト、あのガベラテトラの続きを、えー、やりたいと思います。まあ、基本的にね、ちょっと組み立ててどんなものかなって、これと付属品をお見せしたいと思います。ま,あ、まずね、 このロゼン・フィンチの、このシーマ様の最後の登場機の、リテール、ちょっと見てほしいんですけれども、すごいじゃないですか。シールドほんならやったらもうちょっと上に来なあかんけれども、こ,れこのスラスタ、この,あの凝ったスラスタと、僕の場合はね、当たってしまうんで、まあ、ちょっと下げたんですね。まあ、僕ではこれでも平気なんですけれども、 もういい顔してるわで。ここにね、このライトセーバーをこの腕にね、もうつけることもできるわけなんですね。これ、ぱりかついんだよね、このポーズだと。で、色この独特赤でもない、オレンジでもない、独特な、あの、なんと言ったらいいのかね、カラーなんですけれども、すごくいい。動力パイプのこの銀色。もう最高。 で後ろね、まあ僕はあの凝った、えー、ブースターとかはつけてないんですけれども、まあ、余裕のある人たちはここにね、LED ライト取り付けることもできますし、ここにもね、もう最高にいいんですよね、ここも開くし。もう本当に、えー、最後の一品なんだ、ほらは。 これはね、ギミックはすごいわ。で、この色の組み合わせ、この独特なまあ赤と言いましょうかね。赤と銀と白。もうほんまに最高。結語の値段は、まあ日本国内でいうと楽までも今,今でも売ってますけど、2万4千ぐらいかな。 まあでも海外で買って、まあ送ってみたら、まあ大体似てるような値段なんだな。どこ一回でラまあ数回お世話になってもいい。まあ、まあ、あの、セーラーによって、売ってる人によって違うだろうけれども、あんまり出して問題なかったな。まあ、海外やったらショーゼットストアで間違いなく売ってます、で、まあ付属品ももちろん、あ、そうそうそう,そう、ちょっと待ってくださいね。 そうそうそう。これはね、あの、マ様が登場してる。あの、これも見られるんですよね。彼女のさあの、最後のノーマンスーツは確かにね、赤だったんだよね。いや、すごいわ。本当にディテールはすごい。えー、ポイソントイスの、えー、ケンプファーにも、ミシャさんが乗ってる、えー、ところも見られますね。いや、いいですね。 本当に。で、これは本体で、ちょっと付属品がちょっとお見せしようと。まあ、これスラスタの一部分で、で、大型スラスタと、これね、切り込んでる時のアクションが、まあ、の、チュの、えー、あれですわ、ライトセーバーと、この大型の、 ビーム、えー、マシンガンなんですね。これ、カラーとしてはちょっと、えー、この中では唯一のマット系という感じなんだなこれちょっとはあの袋から取り出そう。まあ、このような <laughs>。これ背中にくっつけちゃうんだけども、バカみたいなね、<laughs> スラストなんだな。で、これを、 もうスラスターがもうまだまだいかつくするためにね。で、しかもこれの先っぽにライトセーバーをくっつけることができるんですよ。ジェットを、まあ、ちょっとスラスターエフェクトを出すためにね。で、これ一個ずつ外して、このシールドの代わりに、この腕に取り付けて、で、この先っぽに、さっき言った通りライトセーバー、武器としても持たせることができるし。で、これも大型スラスターの一部分なんだな。まあ、すごい。 <laughs> すごすぎる僕はもうねななんでこのシンプルに,に捨てるかといったらもう簡単なんですよこれでないとショーケースに入らないからなんですよでももっといかつくやりたい人はほんとくすらすらここまで来ちゃうんですねすごいで足がすごく重たいなんでどんなにもうウェイトかけても大丈夫なんですよ 問題ない。もちろん、スタンドもありますし。はい。ええー、それでは、まあ、もうここまでにしたいと思います。ええー、今日。あ、そうそう。関節がすみません。うどん臭いんで、もう、壊すのは怖いんで、やりませんけれども、めちゃくちゃ硬いです。安定感抜群なんですよ。これ、本当にお勧めいたします。それでは、皆さん、まだ次の動画で、お会いしましょう。帝国デストロンでした。 シーマ様